続いてこちら人生ゆるりとさんから頂きました女性48歳ヘルパーの方ですねある県の国内線でベンチに座っていたら目の前に千原誠じさんが通りました誠じさんの名前を思い出せずとっさに「あジュニアさん」って言ったら「誠司の方やけどどっちでもええで」って言って通り過ぎていきました 優しい方で誠司、まあ、さん優しいからねあの言葉がこうがさつな感じありますけどものすごい優しいお兄さんですよ。だからなんかこれはイメージできるよね。